はい、こんにちは、マーシーと申します。日野から来まして、日野はどこですかって言われるんですけど、そう言われちゃうとね、大技日野なんですけど、あの特にね、あの日野本町とかするんじゃなくて、大技日野郵便局の近くですね。今日はですね、あのこの間あのコッポさんね、お会いしまして、今日誘われましてですね、だ今日残念ながらあのもう一件その三沢の方でダブルヘッダー入ってますんで、この後ちょっとね続けなくちゃいけない。あの私はこのギターはね1974年で両親に買ってもらった50歳のギターですね。で私はその頃からまあギターは弾いてるんですけども、あの人前であの歌ったり喋ったりしたらすごい恥ずかしがりやすいんですね。この本当に 2,3 年なんですけども、まあ会社の中ではねもうじき今絶賛再雇用中なんですけどね、もうじきね、その賞味期限も終わりに近づいてましてですね、もうじきあの高齢者の仲間入りなんですけど、こういう現場来ますよね、皆さん人生の先輩諸先輩がねたくさんいらっしゃるんですね。非常にね元気づけられるんですね。で今日はですね、まあ、昭和歌謡をメインにやってくださいということなんで、なんとなくね、1曲前ですね、1970年大阪万博の年、日本が一番ね輝いていたこの高度経済成長の時に、歌われたという曲です。ジローズの戦争を知らない子供たちだったということですね。戦争が終わって生まれた戦争を知らずに僕らは育った大人に並ばず歩き始める平和の歌を口ずさみながら僕らの名前を知らない子供たちさ若すぎるからと許されないなら髪の毛が長いと許されないなら今の私に残る生ぐらいですからね。本当に私にとってみると夏メロっていう感じ、まあ、皆さんにとってみるとね青春のソングなんでしょうか。この中上っていう駅は初めて今日降りましてね、お昼を食べようと思ったらね降りて北口からこう行くとね何もないんですよ。で、入ったのなんか困ったさ、ドンツキ行ったらカレー屋さんがありましたね。スパイスカレーなかなか美味しくて、昼カレー食べるとね
カレーですよ。失礼しました。まあ、それは挟まなくていいです。次はね、71年あの昭和46年の、橋田典彦とクライマックス花嫁、この曲をですね、うん、お亡くなりになっちゃって、あの後追い自殺をするような曲なんじゃないかって分かるんですよ。で、私そんなこと知らないですから、かっこよくね、派手にポーンなんて終わったら大貧粛変えましてですね、まあ、それから静かに歌を心に決めた曲にはですね、岬めぐりっていう、あの山本幸太郎とウィークエンド、この人も、まあ、お亡くなりだったと思うんですけども、この人はあんまり触れた曲ないですよね。この曲ばっかりね、何度もだってかわいそうだなと思って心を持って見てたんですけども、でもあれをね、嫌な顔してましたよ。あの嫌な顔しながらもね、歌うっていうやっぱプロを感じましたね。本当に大したもんだな。これはちょっとカポイチでやりましょうかね。1974年、昭和49年って言ったら、なんかオイルショックの頃ですか。あ、自分誕生日です。あ、ありがとうございます。
平成元年生まれでして、同級生、早までですね、同級生に昭和63年と64年と平成元年が混在するんですね。なかなかそれは、当時はね、すごいことだなと思うんですが、もういつの間にか令和になっちゃいましてね。で令和は、うちの会社でも、会社の書類は、西暦を使うようになりまして、なんか令和今何年なんだろうな、分かんなくなってきちゃってね。そのうち、それも今でも明治生まれの方がいらっしゃるって言いましてね、だから言語が4つにわたって、生きられるってなかなかすごいなと思うんですけども、次はですね、1979年昭和54年のアリスの曲で終止符っていう曲をですね、ちょっとやってみたいなと思います。
何もつかめずに帰るけど、優しさの扉を開ける鍵は眠れない夜がそっと押した。心も体も開き合い、それから始まるものがある。それを愛とは言わないけれど、それを愛とは言えないけれど、あの夏の日がなかったら楽しい日々が続いたのに、今年の秋はいつもの秋より長くなりそうな、そんな気がして、春の嵐が来る前に暖かい風が吹く前に、重い心は脱ぎ捨てなければ歩けないような、そんな気がして、最後の曲に早いですか？早いですね。なんかね、ちょっと時間を見て、ですね、次はね、財津和夫さんのチューリップなのかな、1977年、昭和52年、これ私知らなかったんですけども、まあ、Facebook やってましてね、 Facebook のお友達から寒いリクエストいただきまして、切手のない贈り物っていう、NHK のなんか番組でね歌われたそうなんですけども、これをですね、これ途中で転調するんですね、転調ね、まあまあいいですね。押してますか？押してますか？すいません。Thank you.
失礼しました。ありがとうございます。素晴らしい。